Google マップを使った集客術っていうところで、なんで Google マップ使うといいんだっけっていうところから話を始めていきたいと思います。本当ゼロから始めていくので、はい、皆さん安心していただければと思います。1ヶ月あたり Google マップってどのくらい日本で使われているかっていう話なんですけども、はい、4700万人が Google マップを1ヶ月あたり利用します。これ旅行の観光とか旅行で使うときによく使う、ツールっていうところなんですけども、まあ、Google マップだったりとか、あとは、交通系で言うと、ナビタイムさん使うとかって有名ですよね。ね、まあ、iPhone ユーザーでしたら、Apple マップ使う方もいらっしゃれば、ちょっと昔の方ですと、パソコン持っている方ですとね、Yahoo 地図使ったりとかっていう、そういう方もいっぱいいると思うんですけども、そういうところで見ていただくと、地図って結構、ね、Google マップと Apple とか Yahoo とか見ても、全然違うんですよね、量が。4700万人で1000万人でしょ？で、800万人、870万人、900万人くらいとしても、やっぱりこう、2位と比較しても約4倍くらいの差がありますと。で、今日説明する Google ビジネスプロフィールの、で、Google マップに対応しているものです。で、Apple とか Yahoo にも、そういう地図に対応したサービスっていうのはあるんです。ヤフーロコとアップルビジネスインサイドかなっていうのがあるんですけれども、その時に、普通にこう営業とかコンサルだったら、Google マップやってるんでしたら、アップルもヤフーもやった方がいいですよみたいな提案だったりとか、そういう営業とかってあるんですけども、皆さんもこう、ね、それを本業にしてるんだったら、まあやった方がいいかなってなると思うんですけども、別にそれだけをやってるわけじゃないじゃないですか。普段のお仕事の中の、まあ、つかの間とか、隙間時間にこう Google マップをちょっとでもこう良くしようとかっていう話だと思うんですけども、見ていただきたいのはこの時に、要はこれだけ市場が違うってことは、それだけ情報発信のリーチが違うっていうことです。なので、本当に余力があったら Apple とか Yahoo とかの方がやってもいいとは思うんですけども、まずは Google マップだけでも全然効果は出るんじゃないかなと思っています。はい。ちょうどさ、昨日、なんだっけ、長島スパハランド行ったら、半分とは言わないですけど、3分の1くらいはやっぱ海外のお客さんが普通に来ていました。やっぱり、それだけやっぱ海外の方もやっぱどんどんこう、お客さんとして来ているというところがあると思うんですけども、海外の方ですと、10億人の人は Google マップを利用していると。なので、世界中を見てもやっぱ Google マップっていうのは圧倒的なところです。10億人が使っているという。そんな、アプリとかって多分、ほとんどないと思います。Google マップ以上に利用してるアプリ多分見たこともないし、多分想像がつかない。そういうところを考えると、やっぱりこう、世界を考えてやっぱ、それだけやっぱ Google って言いますけど、必要かなって思います。地図に関しては。うん、はい。で、次に地図アプリですね。はい。Apple マップとか、Yahoo とかナビタイムさんのあるんですけども、やはり、このくらいやっぱ利用している人たちが違いますよ、というところです。はい。アンケートはね、使ったことがあるアプリっていうところだったんで、そうすると、まあ、Google マップがほぼほぼ、ね、100% 近い数字ですよね。99.4%、99.69% とかっていうところで。で、皆さん多分スマートフォン結構 iPhone の方多いと思うんですけども、そのスマートフォンの iPhone ユーザーですら、Google マップ使ってることの方が多いんじゃないかなと思います。うん。Apple 使ってる方もいるとは思うんですけども、それでもやっぱこう市場見ると 43% ってなっているので、まあ Apple の Android ユーザーはね、もう Google マップしか使えないはずなので、で、Yahoo のマップをね、なかなかこうインストールして入れるっていう方結構、まあコアな方かなっていう。そこですね。はい。なので、やはりこう考えても、アプリとかからも、こう、今回、お店に情報を入れると、こういうアプリからにも、お店の情報が、やっぱ、こう、表示されて、お店にと情報発信ができるよっていう。それだけ、こう、皆さんがすごい使ってるツールに情報発信するのが一番大事ですよ。これはもう、SNS とか皆さんも慣れている方であれば、そういう話って当然かなと思います。多分、Twitter とか、Instagram とか、Facebook とか。はい。で、世の中に SNS のアプリって本当に5万とあるんですけども、じゃあなんで皆さんその中で Instagram とか Twitter とか、そういう
主要なメジャーなものを使うんだっけって言ったら、やはりそれは周りの人が使ってるからじゃないですか。つまり、いろんな人が使わないと、要は情報っていうのはやっぱ共有されていかないって。なので、こう、やはり皆さんが普段使っているツール、そういうところをより使っていくっていうところが、今回一番大事なところかなと思います。まあ、ここまで説明して、まあ、Google マップとかがよく使われるってのはよく分かったと。じゃあ、それが地図サービスでどういうふうに影響あるのってところです。ビジネスに。これ、フランスで面白いデータがあったんですね。フランスで、2014年かな？ローカル検索で24時間以内に来店してくれた割合どのくらいですかっていうのを Google が出しました。パソコンの人は3人に1人、スマートフォンの人は2人に1人がその後来店してくれたそうです。そしてその後来店した後に買ってくれた人ですね、は 18% いました。確かに皆さんもスマートフォンとかでなんかこうお店の名前を検索したら、まあそこにね、まあ何かこうやっぱ行くっていうことを考えれば2回に1回は行ってるかもしれないなとかっていうのはなんとなくこうわかるかなとかっていうところですね。もちろんそのね、求めているところを調べていくから、ああ、もうやっぱいけるなっていうところです。で、これをちょっと、整理すると、こういうふうにも置き換えることができます。パパ言ってること一緒なんですけども、10人の人がスマートフォンで検索したら、5人の人がお店に来てくれて、そのうち約1人は物を買ってくれるっていうことです。この割合すごい高いですよね。これ、インターネットの業界とかで言うと、よくね、コンバージョンとか、コンバージョンレートとかっていうことを考えると、コンバージョンレート 10% とかっていう世界です。ホームページを皆さんの中で運営している方であれば、コンバージョンレートの世界なんて、世の中の平均相場 1% とか普通って言われます。ネットショッピングとか、資料請求とかそういうところですね。そういうものを買ってくれるまでっていう考えると、やはり、そうすると、もう本当にそれだけ、こう、ネットに情報発信して、それで、要は興味持ってもらって、買ってもらえるってなれば、結構強い確率でお店にこう、やっぱ、集客や、こう、売上購入に貢献してくれると。というところはすごい魅力的な効果があるということです。なので、ビジネスに影響あるかっていう話で言うと、もうめちゃくちゃあります。これは。で、じゃ次の疑問としては、その検索されるのって社名だけでしょっていう話ですよね。うん。確かに Google マップで調べるときに、まあ大体ね、お店の名前調べていくんだから、それは確かに行くよっていうところです。でも、それだけじゃないですよね、と。桑名市は海産がやっぱ豊富っていうところですね。よく海苔が美味しい海苔が取れるところは、ね、海の資源が豊富なので、はい、海鮮物が美味しいってよく言うんですけど、そうすると、こうやってね、クアンなし海鮮とか調べたときに、こう、やはりこう、上に出てくるんですよね。こう、ところですね。で、皆さんその中で、SEO っていう言葉を聞いたことある方ってどのくらいいますか？ SEO 知ってる方？ SEO って名前だけでも。いいですね。いいですね。で、SEO するために、まあ、いろいろね、コンテンツ作りましょうとか、こう、記事を書きましょうとか、そういう話あるんですけども、こういうローカル検索においては、ね、一番上に、桑名市海鮮の SEO の1位っていうのは、この一番下の食べログさんだったりします。つまり、Google の検索においては、それよりも上に、もう先に地図を置いちゃうんですよね、ここに。なので、SEO って考えたときに、確かに大事かもしれないんですけども、地図で見たときにはどうでしょうかっていうところですね。実は地名とかが入ると、上に結構こういうふうに情報が、Google が用意しちゃいます。なので、ここに関して言えば、なかなか SEO っていうところで言うと、そこまで効果を見込めない。SEO よりも。こっちの方が出ない。で、そうすると、次に出てくる話っていうのは、これはちょっとね、日本だけなんですけども、MEO っていう言葉を使います。マップエンジンオプティマイゼーションっていうところで、地図の中でね、今回で言うと、桑名市海鮮って検索したときに、マルサ水産のようになった方がいいわけですよね。こう、
一番上に出たいわけじゃないですか。回線っていうお店さんであれば。うん。ね、こういうところに対してやはり出てきますよ。なんで、社名だけの検索じゃないんですよね。もちろんこういうふうに、Google マップの検索でもそうですよね。桑名市ランティっていうふうに検索すれば、このような形で出てくるわけですよね。で、ここでやはりこう上位に出たりとかっていうところですね。はい。僕は今スーツ屋さんとかでもやってるので、そうすると、やはりそういうキーワードの中には、洋服の青山っていうふうに検索する方もいれば、スーツって検索する人もいますし、中にはワイシャツとかって検索する方も出てきます。つまり、こういう検索の中で多分皆さんもだんだん便利になってきて、商品の名前とか、そういうのを Google マップとかに、なんか、もう知らず知らず入れてたりとか、そうやって、情報発信が出るっていうことを多分経験してるんじゃないのかなと。知らず知らず、便利に使ってんだけど、言われてみたら確かにそういうふうな検索があったかなっていうふうにはなるかなと。で、今日のセミナーは、ここの中でも、こうね、ここの中で少しでも今の順位よりもどうやったらこう上位に出るのかなとかっていうところとか、上位に上がるためのノウハウっていうのをお伝えしていくというところになります。はい、あとは次に、飲食する利用する手段ってもうだいぶ変わりました。2020年っていうところで言うと、食べログさんとか、ホットペッパーさんとか、グルナビさんとか、そういう、グルメサイトが上位だったんですよね。78% ってなって。で、皆さんも多分これ実感の話なんですけども、そういうグルメサイトの利用ってする機会って結構減った感ってありません？なんかこう、食べログさんとかそういうのを普段昔は使ってたんですけども、食べログさんとか使う機会が減って、もう Google マップとかで調べるようになったよとかっていう方、いますよね。2022年に、この同じテーブルチェックさんっていう方が調べたときに、とうとう2022年に、Google が抜きました。っていうところですね。ここですね。つまり、グルメサイトとかを調べるときでも、飲食店とか探すときにも、どんどん昔は食べログでレビューが高いところを選んでいくとかっていう文化ってあったと思うんですけども、ね、先ほどの地図見てもそうですけども、こういうところに、まあ今これに載ってないですけども、点数とかも、レビューの点数とかも出てくるようになってるじゃないですか。そういうところを見ると、これとか見えないか。ちょっとね、例えば、桑名市、ランド市。よいしょ。地図。ね。こういうところの、ね、4.1 とか 4.2 とか 4.0 とかっていうので、昔はね、食べログのレビューのなんか 3.8 とか4、そういうところを見ながら、こう、これどこのお店がいいかっていうのを考えてる人たちが多かったと思うんですけども、だんだんこう、Google の、こういうレビューのところで十分だなっていう人たちが増えてきたとは思うんですよね。実際に、テレビメディアとかも、結構、最近グルメロケとかの時には、この Google のこの、レビューのところを評価していくお店さんっていうのも番組も結構出てきていて、やはりこう変わってきたなっていう認識はあります。なので、こういうところはやはり見ていくようになっていると、やっぱりこう、そのグルメサイト離れっていうのはやっぱこう進んできてるのはもう実際事実なんだなっていうところですね。はい。はい。で、次に、ここですね。利用する世代ですね。皆さんも多分 SNS とかで情報発信するときに、なんで SNS で情報発信するんだっけとか、Instagram でなんで情報発信するんだっけっていうときに、こうターゲットを選んで情報発信してるっていうところってあると思うんですね。若い人が SNS を使うから SNS を要は投稿するとかっていうところですね。インターネットでリーチできない層に投稿するために SNS を使うっていう。で、ここで見ていただきたいのは、確かに SNS って20代にはすごい強いんですけども、30代以降になっていくと、ちょっとこう 9% とか40代になると、どんどんこう、年齢が上がるにつれて SNS っていうのはなかなかこう馴染みがない文化になっているかなと。それに対して Google ってどうなのかなっていう話をすると、Z
ずっとですよね。40%、40% っていう形で、要は高い。